仲間を褒めまくれば、ランクマッチ、ソロでも漏れる説、検証していきたいと思います。やっぱね、最初から、あれですからね、挨拶が大事です。やっぱこういう最初から挨拶することでね、チームワークが良くなって勝てるんじゃないかなと思う。まあ、安定のここはスルーと。今回のチャンピオンです。まあ、スルーされることには慣れてる。わあ、来た。ああ、もうこれ来たって。この試合足引っ張ります。ああ、もうこの試合はもうね、もうこの試合はもう持ったわ、ポイント。もう盛りました。ああ、ありがとうございました。ああ、これは格変です。よし、もっと待てい、ね。ああ、もうなんかめっちゃなえるな。やばいな、俺のジャンプます。頼む、使ってくれ。うわい。ああ、やべえ。頼む、ワンチャンありそう。逃げてくれ。やばい、やばいって。敵確認、強すぎ。あるぞ。敵が近い。あるのか。ある。あー、ない。うまい。ここに敵がいる。うん。あなたの出番はまだ終わっていません。キルリーダーになって。素晴らしい。やばい、待って、これ早速検証成功したんじゃない？やばいんだけど。やば。やばいな、これは。これも盛りましたね。やっぱ最初に挨拶すれば漏れるかもしれん。村と仲良くすればランクマッチは漏れます。これ、この辺の趣味です。ありがとうございます。おー、救急まで置いてくれたんだよ。だって、あー、もうね、この辺の心理だわ。どうもありがとう。あ、もうこの辺の心理。野良と仲良くする方法。やばいんだけど。嬉しい。何もしてないけど。もし自分が先般しても、でもね、仲良くしてたら、野良が助けてくれると。勝ってくれるんです。ザ、人任せ。マッチ。いや、待って、これ一つ分かっちゃったんだけど、これ回収してくれたのか。絶対コミュニケーション取ってたからだと思うよね。いや、意味な、マジで。やばいなぁ。エーペックスランクマッチめっちゃ褒めて挨拶とかすればランク漏れるぞ、これ。
検証成功しそうだぞ。1回目は。ありがとうございます。いやもう俺キルポゼロだ今気づいた。俺何もしてねえわ。敵に攻撃されています。待て、敵を支持しました。僕が救世主になるのかも。待て、リングは近いぞ。まだ1分もある。やべ、気づかなかった。最悪だ。2枚だな。ラスト？これ勝ったか？オーマイガー。仲良く、褒めまくって仲良くすればワンチャン勝てるのではないか説検証第1回目第1位ということでね。嬉しい。チパチパチ。第1回目検証、はい、成功。いや、これ今の感動会でしょ。初手1位やで。いや、最初、はい、大事なね。よろしくお願いしますから。いや、この挨拶から始まるのが、ポイントを盛るコツかもしれないですね。かも。生と死の狭間でこそ生の実感が得られるもの。いや、1回目はチャンピオンっていうか、あ、このレースだ。かわいい。このスキン好きだ。あ、こん会話よろしくお願いしますの変じゃないようですね。はい、これはまあちょっとわかんないですけど、テレヤの可能性もあるんでね。まあ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 、照れて挨拶しないのかもしれないんでね。違うわ、これチームだわ。あらあら、チームでござる。オタクになっちゃった。チームでござるね。譲るか、チームなら。私がジャンプマスターね。行くよ。まあこの方はね、レースの方は多分ね、プラットフォームが違うんでチャットができない可能性大なんで、まあチャットが返ってこないのはしゃあないですね。ブラッドハンドの方からチャットが入ってか、おはいただいてくることをね願います。しましょう。降下する。こらえて。まあこういう一つ一つの相槌返事がね、後々のね順位に関わってくる、チームワークにかかってくると僕は思う。というか、そうなんよ。いや、自分はそこ行くと、盛大に被ってるんだよな。2人いるって。ナイス。おお、いっちゃったよ。はい、よし、死んでもらおう。なんかナイス。アーマー抜こうとしたら撃たれちゃう。敵を仕留めた。リロード中だ。うそん。ロロロ、ナイス。敵に運命の時が訪れた。大丈夫。部隊が脱落。ナイス。やっぱこういうところでナイスってね、コミュニケーション、褒めてコミュニケーションしていくと、そうすることによって一歩優勝に近づくんじゃないですかね。え、優しい。ありがとう、助かる。クラフト中でも警戒はしてる。いや、動きキモいな。
バリバリ来たのか。なる？あったんねいや。当てろ俺。いや、タック4。あ、ミスった。これはまずい。でも気づいてますか皆さん、プラスになっていることに。あ、同じです。で、負けちゃったって思ったでしょ。プラスなんですよこれ。プラスなんです。これ気づいたね。もうこの世の真理よ。自分のまあね、実力がなくてもブロンズ帯でもね、野良と仲良くコミュニケーション取ればランクマッチって案外盛れるんよ。気づいちゃったね、この世の真理。いやー、いい企画だったね。いやまあね、正直ね、内心ね、まあそんなことはないかなと思ってたんですけどね、どうせよろしくとか言ってもさ、黙れカスとか言われるかと思ってた。そんなもんかなと思ってたんだけどね。案外、エーペックスやってる人は優しいということが分かりました、僕。最初、挨拶するんでね。よろしくお願いします。することによってね、仲良くせざるを得ん。相手も。ノラ。よろしくお願いします。はい、はい、はい、はい。もう、仲良くなりましたと。俺だけブロンズと。まあ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 。こういう時一番気まずいですけどね。まあ、弱いですけど頑張っていきたいと思います。なんで？まあ、こんなこともありますよと。まあ、初動をね、まあ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 、まあ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 、まあ。まあでも、ハピッコ。これはそろそろラストにしたいですね。よろしくお願いしますって打つのめんどくさくてよろしくですになりました。すいません。まあ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 、いけるんじゃないかな。やっぱ人間の基本って挨拶からだからさ。あ、この二人、チームだわ。チームだし。お、ナイス。やったわ。ラストだけど。